日本東京都北区十条台十条台は東京都北区の町名。現行行政地名は十条台一丁目及び十条台二丁目。全域が住居表示実施済み区域である。郵便番号は114-0033。東京都北区の南西部に位置し、いわゆる広域の十条地区の南端にあたる。北は上十条一丁目、二丁目。 三丁目、東は中十条一丁目、王子本町三丁目、南は王子本町三丁目、滝野川四丁目、西は板橋区板橋四丁目、加賀一丁目と接する。十条台一丁目と二丁目の間を JR 埼京線の線路が南北に通過している。一丁目と二丁目ともに敷地の大半が十条駐屯地や公園、教育施設で占められており、 住宅や商業施設が集中する地域は周辺に比べ少ない。1871年11月14日に、浦和県から東京府に編入された。1889年の町村制執行時点では、大部分が北豊島郡王子村に所属する区域であり、当時の大小梁市も十条の一部になった。王子町は1932年に東京市へ編入され、 大地区へ移行し、大和雑も十条はした十条町となる。1947年に、大地区は、滝野川区と合併式宅が成立。その後、1966年、1967年に、順次住居表示により、大地本町三丁目の一部を加えて十条台の町名が成立した。台の字は、石字側に面する高台であることから。十条台の名は、 行政上の十条台のみならずこの一帯の地名としても呼称され、北区十条台区民センターや北区立十条台小学校は北の中十条に位置する。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。JR 埼京線の線路が通過している。 最寄りの駅は十条台の北の上十条にある JR 十条駅。ありがとうございます。